はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。 G ジェネレーションジェネシス、では今回は、機動戦士ガンダムクロスディメンション0079、こちらの物語をやっていこうと思います。これは確かなんかゲームで出てたような気がするんですよね。でクロスディメンション0079、ピクシーの話なんですけれども、自分はちょっとピクシーの話自体は、全然知らないですね。これも例によって G ジェネあたりでちょろっと出てきたのをかじってる程度なので、物語自体見ていくのは、初めてになりますかね。じゃあ早速ステージ1、炎の魔人と砂漠の妖精ということでやっていきましょう。かつて火を使った戦士はもう動くことも再び大地を踏むこともない。忘れてはならない。死にゆく者たちへの祈りを。時は戻る、あの頃に。それはちょうどガルマザミが戦死してから5日後の宇宙世紀0079、10月9日、灼熱の大地ゴビであった。犯罪者で構成された第17特殊任務班ウルフガーは、偵察と広報拡覧を主任務としたモビルスーツ部隊である。キシリア閣下の親衛隊だったヘンリー・ブーンはクーデター未遂事件の嫌疑をかけられ、この部隊長として地上の最前線送りになっていた。長い沈黙を続けてきた連邦が大規模な反抗作戦を開始するとの情報を受けたウルフガー隊は中央アジア方面迎撃部隊に編入された。だが連邦の圧倒的な物量の前に敗退、激しい追撃を受け、本隊ともはぐれたウルフガー隊は灼熱の砂漠をさまようことになった。イフリートとピクシー。あ、これイフリートとピクシーって読むんだ。イフリートも結構バリエーション多いですよね。マーチンハガー、ここら辺はちょっとな、もうキャラクターから覚えていかないとな。とりあえずイフリートが1機、ザクが 1,2,3,4 機か。機械とかって結構砂に弱そうだけどね。ここまで兵器開発が発達してると大丈夫なのかな。ゴビ砂漠、連邦補給基地。いや、ガンキャノンも結構優秀な機体だとは思うけどね。
え、これもホワイトベースト隊のために作られたの？結局ホワイトベース隊に渡った機体って少ないんだな。アレックスも結局アムロに渡らなかったですからね。いやー、上官がね、無能だと大変だよね。てか、なんか全体的にそうですけど、無能な上官とかさ、高圧的な上官って多くないっすか？まあね、いきなりこう焦ると寺院と同じ羽目になりますからね。あれってか、これジオン視点か。ダバソイホルククライ、こいつがタイか。え、ガンキャノン何機配備されてんの？いや、ガンキャノン3機あればさ、結構戦えると思うんだけどね。クロスコンバットって何？飯より玉か。ヘンリーは敵軍ユニットを2機以上撃破できるか。ヘンリーってこっちだよね。イフリートか。まあ、ちょっと初っ端ですけどセーブをかけていきましょう。援護ができればねだいぶ楽なんだけど、まずはあー、こいつの指揮下にいるってことだな。ザクバズーカでどれだけ当たるかだな。この作戦がうまくいけば食いもんにありつけるんだ。さっさと終わらせてもらうぜ。ザクかガンキャノンかって言われたらガンキャノンの方が絶対強いでしょ。やべえやべえやべえ。でまあイフリートはね性能高いと思うんで、ヒートサーベルでも多分倒せないな。回避か。あ、そうか、ガンキャノンだから距離を詰めれば。敵の新型か、こんな時に。隊長機のようだな。一気にやらせてもらう。
うん、なるほど、距離を詰めていけばいいわけだな、ガンキャノン相手は。てか食らったら結構やばいんで回避しておこう。よし、いいね。動いてこねえし。で、2800だから、まあ、ヒートサーベル一発当てて、まずは一気。で、そこからちょっとタコ殴りに合うかもしれないけど、お、ここも穴なんだね、射程的に。本当に4から7。あれ、このガンキャノンはビームライフル持ってないの？見た目ビームライフル持ってるけどね。さて、仕掛けるか。ビームライフルを持ってないガンキャノンってなるとちょっとつらいっすよね。これはちょっと回避だな。よし、 OK。 でこいつをヒートサーベルで倒して、でチャレンジは一応達成と。はぐれ者の戦場、まあこまめなセーブが多くなってしまうかもしれないですけど、そこはちょっとご容赦いただきたい。ザクバズーカの方がいいかな。当たらない。おし、テンションアップ。うん、やはりレンジ外からは攻撃してくるね。4020。やばいやばいやばい。こいつ死んだらダメなんだっけ。別に死んでもいいって言うんだったら突っ込ませるけど。え、あ、こいつだけだよね。じゃあザクマシンガンでいくか。で2900だから、一応またセーブをかけて、まあ外したらねちょっと面倒なんで労働しますと。さて終わりだ。さて貴様がどこまでやるのか見せてもらおうか。おお、貴様の覚悟は本物のようだな。ははは、遅いぜ。かわされたぜ。そらテンション下がるわ。俺だってテンション下がるもん。まあ、セーブとね、ロードが結構早いんで、それは助かりますね。制圧できんの？引き際が肝心だ。RX78、XX、WX。
てか弾とか合うの？連邦の弾で。規格は全然違うと思うんだけどね。まあただ大尉の態度についてはよく分からんけどね。別に不審なところはないと思うんだけど。スーツ5機かどうだろうね。なるほど。お、これは。向こうの方が戦力的にはあるよね。何かあるのか？ほうほうほう。いや、まだ完成してないんだよ。なかなか頭が回るね。全然そんなこと思いつかないんだけど。いや、こういう上官だと大変だよね、本当に。せめてさ、キャノンにさ、ビームライフル持たせてあげなよ。てか、こういう基地だとビームライフルすらないのか。15マイル。1マイルって何メートル？例によって分からん。飛行機とかでね、マイル貯めてますけど。結構いるね。
アラモダ勢って何？いや結構いっぱいいたよ敵の数。まあそりゃそうなるよね。ノクトの命令を無視してでもこのピクシーを使うんだ。結果はきっちり出させてもらう。あれ今度は連邦側になった。ここは地上なので、なんかが確かドラッツか宇宙型になっちゃったよね。こいつはまあ乗せればいいでしょう。さて誰を配置しようかな。あーガンタンクもう一機いたか。あジムスナイパー、ジムスナイパーにしよう。でこいつは射撃用なんで全然 OK でしょ、まあ、とりあえずこんなもんか。0号機はちょっと0号機でもう少し頑張ってもらうか。で EG8 のうん、まあ、ここら辺はこのメンツでいいでしょう。よし、ここの基地の戦力を甘く見るなよ。何戦艦が2隻もみたいな。敵軍ユニット6機を撃破。ボルクが敵軍ユニットを3機以上か。クエスト達成しました。アロマの戦い。よくわからん。ノーザンライトアタック。名前はかっこいいな。これ何？特殊格闘か。クリティカル0って何？クリティカルは出ないってこと？それともプラスマイナス0ってこと？ステルスシステム回避プラス10。いいね。じゃあちょっとボルク頑張ってもらうか。まあ、基本的にはうちらで減らしてボルクが仕留めると。あ地上用戦艦だけあって移動力ちょっと高いねこっちの方が。でサクが来るのを待って攻撃したいから、まあ、まずは0号機。そこからこっちの部隊を出しておくか。コアブースター。あーザクはあれだな、この土台に乗せて。であとは初期ジムでピクシーをひとマス進めよう。でガンキャノンは固まっていこう。でギャロップ部隊は出しておくか、一応こっち側あたりに。でこの2体がめちゃくちゃ強いから今回も存分に働いてもらおう。よーし来るね。7000。いいね、いい感じで当たるね。てか反撃できねえし、初期型ジムじゃ。 EG8 はね何気に長距離の武器を持ってますからね。まあ命中率はちょっとあれですけど、いきなり攻めてくんな。ピクシー出すか前線に。とりあえずこいつは絶対倒せるでしょ。1500はいくらなんでも当たるでしょう。このピクシーが量産されれば戦争なんかあっという間に終わるぜ。みんな似たようなことを言うよね。この機体が量産されればみたいな。こいつまだやるのか。量産型のガンダムみたいな感じかな。
これで1機目でしょ。こいつも倒せそうだな。ま、とりあえずグループ攻撃で2人に複数ロックをかけておくか。よしよしよし、いいね。高機動型ザクで、ザクマシンガン、え、倒せるか倒せなさそうな気がするもう少し火力のあるやついくか。じゃあガンダム4号機、ハイパービームライフル、メガビームランチャー、めっちゃ強えな。で、あ、そうだそうだ、あとコアブースターだな、やっぱりコアブースターのレベルを上げていこう。メガ粒子砲、いいね。なんかハイパーメガランチャーみたいなのすんげーエネルギー使うな。で、こいつはこっちを倒そう。2900は全然当たるよね。でもピクシー結構強くね。さすが新型だけあるな。で、ギャロップ進もう。そこからこいつと複数ロックでこいつ、4200の4400で、このザクがもう倒せるでしょ。え、4100? ノーザンなんちゃらアタックで倒せそうだな。で、 EG8、 ヒルドルグを指揮範囲内に入れれば支援が受けられるから、これだな。で、そこからガンタンク、あれ、そっか、ガンタンクじゃなくてまずドームを指揮範囲内にしないといけないのか。で、ドームはちょっとね、意外に射程に難があるからな。で、ガンタンクを入れて、ここは火炎放射器で大丈夫でしょう、ザクくらい。あれちょっと待って、ちょっと待って、あ、そうかそうかそうか、敵何機以上撃破みたいなのがあったな。しまったしまったしまった、物語が進んでしまった。しかもセーブしてないからな、こっから戻るのはちょっとめんどくさいな。まあ、しょうがない、ここはこのまま進んでいくか。いやー、やっぱりこまめなセーブが必要だったね。すっかり忘れとったよ、あのバチバチ言ってるザクを倒しておくべきだった。青いやつ、ノリノリだね。じゃあもうちょっとピクシーのゲットゲージは、あれ、どんくらい溜まってんのこれ全然わからん。もうゲットしてるんだ、そういえばピクシーは。こいつを倒すか。試作4号機じゃなくて試作0号機、こっちだ、4号機は。こいつ倒したいな、ちょっとピクシーを出すか。何、こっちにもピクシーがみたいな。あれ、ノーザンライトアタック、テンションが足りてねえし、テンションなんて必要なんだ。
4000か。4000を当てられる機体がな。ジムスナイパーでどんくらい当たる。ロングレンジビームライフル強い、いいね。コアブースターでちょっと破壊させていただこう。メガ粒子砲4000か。これはちょっと力を借りよう。メガビームランチャーエネルギーめちゃくちゃ使うな。4200、まあ倒せたといえば倒せるか。4号機のレベルがアップと。で、0号機は下げなくて大丈夫だな。コアブースターは下げよう。で、こいつも結構エネルギー使ったからな。ザクはまあ一応いける。ジムもいけると。で、ピクシーのお供でしょ。 EG8 は一応出しておくか。ガンタンクはまだいけるね。ヒルドルブもまだいけるか。よし、来るなら来い。おー、来るね。ザクバズーカーがね、結構射程あるからね。ちょっとじゃあここは戦艦の人たちのレベルを上げますか。ミサイル一斉発射。誰も上がらない、誰も何にも上がらない。これから下げよう。で、このグフは支援を入れて倒そう。おー、結構ギリギリだね。で、ザクは来るのを待とう。そうだな、ここは町だな。一応セーブしよう。ターンの最初とかにセーブをかけようかな、毎回毎回。でもな、それもね、やりすぎるとちょっと積んだ時に戻れなくなっちゃうからな。まあ本当はね、セーブデータ2個3個作ってやるのが一番いいんですけど。グフ、うおー、射程がないな、射程が。で、イフリート一応まあこれでぶん殴るくらいは死なないと思うんだよね、さすがに。5620。これは EG8 か。ザクツー。さて、じゃあちょっともったいないかもしれないけど、ピクシーでローザンライトアタックをかけますか。行くぞ新型、このモビルスーツ、そしてパイロットも波の強さじゃない。もう弱ってるけどね。所詮お偉いさんには分からんだろうさ、実戦ってやつはな、俺たちの戦いはまだ終わっちゃいない。くそ、いただきだぜ。モビルスーツの動きか。まだ俺の戦いは軽やかすぎだろ。次が勝負か。なるほど。じゃああとはみんな経験値になってもらうか。ジムスナイパーちょっと上げたいよね。あ、ピクシーも上げたいっちゃ上げたいか。3800。もう誰が名のあるパイロットか分からん。ジムスナイパー、これこっち側に置いとこう。あー、でも入らないか、右のやつが。タイー、こっち死にそうだな。
やられたか。でピクシーでぶん殴っておくか。ノーザンライトは使えないね。さてここからの4093当たるっけ。当たるね。あこいつも脱出できないか、かわいそうに。であと1回はこのバチバチいってるザクを倒しましょう。こいつは交代するね。でこいつ別に無名でしょ、ジオン兵だから。じゃあ EG8 でドムの支援を受けて8600は当たるよね。あこいつようやく2レベルか、幸運。これモビルスーツ倒しても全然金入んないんだねあんまり気にしてなかったけど100いくらしか入んないんだ。いやー期待用なアンノーンユニットをちょっと出してないのが悲しいな。ボルククライ、こいつらもう使えるようになるんだ。ディスクレーレードシステム、周囲3マス、自分ゲストを含む味方ユニットの命中プラス周。あこれいいね。はい、というところでじゃあこちらのステージが終了したので、まあ編成を見てで捕獲ができなかったからちょっともう一回サクッとやってアンノーンユニットだけ見てみようかな。イベントのところだけ、ここは比較的モビルスーツが、全体的に弱めなので多分サクッとできるのでまあ時間もね早いので、まあ、ちょっとやってみようと思います。はい、じゃあ3体目ですね、サクッと倒していきましょう。チャレンジ達成1万円。あそうか、それでかつあれかモビルスーツを6機倒さないといけないのか。じゃあまあ艦砲射撃でどうしようかな。やっぱりグループ攻撃の方がいいか。すげえ、やっぱ全員出したかな6000 5900コアブースターメガ粒子砲3000くらい当たるだろう。ちょいギリだな。ようやくコアブースター2レベルか。あしまった、高機動ザク全然進めねえわ、下げちゃおう何のために出したんだかっていうのはあるけど、初期型ジム攻撃できるかな。あとはまたちょっと戦艦のスクループ攻撃で、あれ複数ロック、さてガンタンクが、ガンタンクのお通りだ。4900か、4900はちょっとつらいねすげえ射程だな。開始された。じゃあドム組んでいくか。上げられるときに上げておかないとね。
これで先に進んで、物語自体は別に変わんないのかな。ここら辺は同じですね。単にアンノーンが出てくるだけかな。あれ、これ何？ヒルドルかこんなごっつかったっけ。あ、向きが違うからか。向きが違うからなんかごっつく見えんのか。なるほどね。とりあえずまあここのステージはヒルドルブが出てきたので、まあ物語は多分特に変わらないと思うので、一旦ここで終了したいと思います。まあ、もしちょっとね、別のお話が出てきたらもう一回、やりますけれども、今回はこれで終了したいと思います。じゃあ最後までご視聴ありがとうございました。次はステージ2ですね、やっていきたいと思います。